この3頭の全然でかくなりません。これ密集しすぎなんですかね。これ先ほど青ネギを植えました。このスナップエンドウの白い斑点、調べたら霧の影響で全く問題ないらしいです。これ株、結構なってきたんで間引きします。取れた株は茎の部分と葉に分けて、今後食べていきます。今からホットモットーに行ってきます。このホットモットーのツナマヨ昆布のり弁当、マジで美味しい。これトンテキ半額だったんで買ったんですけど、クソまずかった。鬼滅の刃を見るために早く帰ってきたんですけど、これフルで見たことがあるやつで、早く帰ってこなくてもよかったです。